ゲンタマイシンは、アミノグリコシド系抗生物質である。英語名称は、正式には、ゲンタマイシンという。同じアミノグリコシドのトブラマイシン、マイシン、カナマイシンとは、意図的に異なる綴りが与えられている。これは、これらのストレプトマイセスに由来する薬物にマイシンの、名を与えたのに対し、マイケロオミノスパー由来のゲンタマイシンにはミシンの、名を与えたからである。また、 ゲンタマイシンは熱に安定な抗生物質の一つであり、高温高圧滅菌後においても活性を持つ。そのため、ある種の微生物培地の調整に使われる。ゲンタマイシンは殺菌性の抗生物質で、細菌のリボソーム 30S サブユニットに結合して、タンパク合成を阻害する。他のアミノグリコシド系抗生物質と同様傾向投与では無効である。これは、 小腸にて吸収された後、門脈を経由して肝臓に到達し、不活化されるためである。そのため、静脈注射、筋肉注射、局所投与、及び軟膏による皮膚への塗布にて利用される。ゲンタマイシーンは、グラム陰性肝菌による感染症にほぼ専門的に用いられる。殺菌能の高い薬剤で、緑脳菌などの日和り感染症の炎菌による、 排血症に対する効果が高い。また、広範囲の薬剤が無効である、超球菌に対しても、ペニシリン系薬剤と併用することによって、相乗効果を発揮する。緑膿菌のほか大腸菌、インフルエンザ肝菌、クレブシエラ菌、セラチア菌、アシネトバクター、シトロバクター、エンテロバクターなど、血液感染の原因となるようなグラム、陰性肝菌はほぼ網羅する。 抗菌スペクトラムを有する。ゲンタマイシンは、黄色ブドウ球菌などのグラム陽性菌や、臨菌、髄膜炎菌のようなグラム陰性球菌、また、レジオネラ菌による感染症には効果がない。アミノグリコシド系抗生物質には他の抗生物質に比較すると非常に耐性化しにくいという特徴がある。よく似たトブラマイシンとは、ゲンタマイシンが 緑農菌を得意とするに対し、トブラマイシンはセラチア菌により活性が高いという違いが知られている。緑農菌に対しては、有効性、また耐性化の予防の観点から、必ずセフタジジムなど他の抗緑農菌活性を持った薬剤との併用が行われる。敗血症のほかは人羽人炎に主に用いられる。組織移行性が低いので、肺炎などといった、 主要臓器の感染症に用いられることは少ないが、上器の日より未感染症に対する効果を期待し、用いることはある。一方、血液のお関門を通過できないため、静脈注射では、髄膜炎には完全に無効である。髄膠内投与を行う場合もあるが、この効果を積極的に支持する、科学的根拠はない。また、軟骨製剤もあるが、 この使用を正当化するような科学的根拠も乏しい。すべてのアミノグリコシド系構成物質は耳に対し、毒性を持つ。前提神経に対する毒性は、平行感覚障害をきたし、一方下牛神経に対する障害は、聴覚障害を起こし、稀に老に至る。アミノグリコシドの中で、ゲンタマイシンの聴覚毒性は、最も強い。聴覚障害は、 薬剤中止によってもあまり改善しない。ゲンタマイシンは高い人毒性を持ち、場合によっては急性腎不全に至ることがある。腎障害は薬剤中止によって改善することが多い。人毒性の発症頻度はゲンタマイシンの血中最低濃度と相関する。腎障害を予防するため体重により投与量を調節する。欧米ではゲンタマイシンの投与量の計算式があるが、 日本の保健医療の範囲内でこれに従うことはよほど体が小さくない限り難しい。治療中は血清中の原多埋心濃度を監視する。ありがとうございます。